は、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、ついにタイヤ交換してきました。で、何にしたかっていうと、横浜のフレバというタイヤですね。まあ、スポーツタイヤっていうよりは、まあ、燃費とスポーツと両方バランスが取れたようなタイヤなんですけれども、まあ、ブリヂストンでいうアドレナリンと同じぐらいなこうランクのタイヤじゃないかなと思います。ただ、見た目がまあそこそこかっこいいっていうのと、ハイグリップは僕にはそんなに必要がないっていうのと、まあ燃費がいい方が維持費が安いので助かるっていうのと、あと、いつも言ってるガソリンスタンドがたまたまキャンペーンで、その卸値で、工賃タダで、しかもタイヤも持って帰ってくれるっていうことで、もう本当タイヤ代が値引かれて、それ以外、費用がかかりませんっていう状態で交換してくれたので結構割安だったんですね。なのでネットで購入した方が、まあ、タイヤ自体単体としてはちょこっと安いのが探せば見つかるぐらい安くしてくれて、ただ工賃を考えるとそのネットでタイヤ買ったところで工賃結構取られますから、そのタイヤ交換の工賃も無料ということで、まあ、結構安く交換できたのかなと思いますので、まあお得な買い物ができたと思います。なので僕自身ですね、まあそのエコタイヤにしようかなっても一瞬思ったんですけれども、まあせっかく S660 乗ってるので、まあエコタイヤよりはちょっとグリップがあった方がいいかな。ただ あまりにハイグリップすぎると、こう乗っていて速く走る分にはいいんですけども、こう楽しく走るっていう風になるとまたちょっと僕の中では違うんですよね。なのでまあ。そう、正直ロードノイズが少ない方がマフラーの音も綺麗に取れますから、今までのポテンザのアドレナリンの一つ前の方を僕ずっと履いてたんですけども、それと比べてロードノイズは今のところはですね、やっぱり小さくなってるんじゃないかなっていう気がします。で、しばらくは僕自身はパーツを変えた時っていうのは基本慣らし運転する方なので、まあ、100キロぐらいはね、こう皮むきの意味も含めてゆっくり走ろうかなと思いますので、明日がですね天気がちょっと雨の予想なんですけども、昼間タイヤ交換してそのまま実はちょっとドライブに行こうかなっても思ったんですが、あまりの暑さにですねこんな中ドライブしても具合悪くなるだろうということで、まあ翌日の朝にしようということで、明日の朝はまあちょっとドライブしようかなという気はしますけれども、まあどこに行こうかなっていうのがちょっと山道でないことは確かですね。で、山道行くとどうしてもタイヤ使いたくなってしまうので、しばらくはこうタイヤをなるべく使わないような走りをしたいと思いますので、そうだな、パッと思いついたのが、まあ、大牟田の手前ぐらいまで沿岸道路を走らせて、まあ、そこからこう三山辺りから高速道路に乗って鳥栖でぐるっと回って佐賀に帰ってくるみたいな形を取れば、まあ、1時間ちょっと2時間弱ぐらいなドライブなので、まあ、5時6時ごろ出れば、7時8時ごろ帰ってきて涼しい時間に家に着くかなと思いますので、まあ、そういった感じでこう考えています。なので、まあ、タイヤの皮むきじゃないですけど、タイヤの慣らし運転っていうのを、まあ、ちょっとしようかなと考え前中ですね。まあ、それにしてもやっぱり新しいタイヤ乗り心地いい気がしますね。今までのがやっぱり顔タイヤが少し硬くなっていたのかもしれないですよね。こう乗り心地がちょっとしなやかになったような感じと、本当にロードノイズが少なくなったっていう印象があるので、あとはこう山道を走ってみてどうかっていうところですよね。まあ、そこが一番気になるところなので、まあ、そこを試すっていうのはちょうど連休中なので、明日ぐるーっと100キロぐらい走って、その後山道翌日走るっていうのはありかなという気もしますし、天気予報が雨なので、まあ、雨の走行性能を試すっていうのではちょうどいいかもしれないですよね。なので、まあ、初めて履くタイヤなので、まあ、慣らし運転ということで自分自身が車に慣れるっていうのも大切なことだと思っています。ということで和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。